ありがとう。こんばんは。今日は本当にね、嬉しかった、ありがとう。生徒さんありがとう。今日やばい。ちょっと後でモーメントリサは2個写真あげるね。待ってて。やっほー、リサ赤ちゃん今日ありがとう。まだお近いは途中だとね。ありがとうね、生徒さん。今お疲れ様だって。まなめちゃんありがとう。うん、家着いた、よかった、無事に。ありがとう、本当に遠いところから。すごい、なんか体着いた、よかった、ありがとうね。今日なんか生誕祭ですごいね、思ったより東京以外の方、東京以外から来てくださってる方が多くてびっくりした。あー、友蔵さんありがとね。月曜日、あれ今日って月曜日、違う、火曜日だ。そうだ、ちょっと今日からまたタワーさんを書こうかなとか悩んでるよね。それたちお付き合いさせてみれてよかったらありがとう。そう、周りめっちゃね、地方の方が多くて。そう、あやかちゃん今日ありがとう、嬉しかった。写真ポスト、そう、写真いっぱい、インスタにはもっと写真あげた。そう、本当に名古屋帰ってきて本当にありがとね、遠いところから。今日ありがとう、あまやちゃんありがとう。しなこさん、うん、ね、お見送りと、それな。でも本当にお見送りもさ、なんかもうみんな一言っていうか、もうなんか喋れてよかった。すごくなんかね、めっちゃモーメントも写真あげるね、後でまた別の写真。可愛かった、これ嬉しい。そう、決めてたの。そう、てつありがとうね、何周年もよろしく。そう、これね、誕生日のポストで来ただけでそれ以外に来てなくて、せっかくだから着ようと思って来た。集合写真撮れて、それな、みんなで撮れてよかったよ。なんかすごくさ、今日はというか、すごくあれだったね、半分ぐらい男性の方と、そう、女性の方がちょうど半分ぐらい、ずつぐらいに、そう、来てくださってて嬉しかった。本当にガチ恋楽しくて、それな、マジでそう、本当にガチ恋工場、あれはないね、ちょっと人生で。これからもうほんとないくらいだった本当にそう、笑ってる途中、いや、それな、めっちゃスタッフさんから笑われてたりした笑われてたわ。そう、めっちゃいい思い出。いや、ほんとに、あやちゃんありがとう、しおちゃんもありがとう、大リリ、いや、まあそれなんよ。え、おばあちゃんになった瞬間焦ったもん。あれ、ライブだっけみたいな。そう、スタッフさんは楽しそうだったね、本当にドキドキだったんだけど、始まるまで。でもすごくやっぱみんな温かいかったから、もう何をやってもなんか許されるっていう感じだったそう、うん、私でもよろしくね、よろしくね。いや、本当にね、なんかでも本当に今日会えなかった方もなんか本当にお祝い、そう、いろんなポストとかでしてくださってたりとかしてくれてたから、本当にそう嬉しかったし、めっちゃいい空間だったし、なんかお姫様とかね流れてたり、シネマのイントロが流れてたり、本当に最高だった。いや、バスは、あ、そうだったんだ、気をつけて帰ってね、今日こっちありがとう。そう、嬉しかった、ありがとう、本当に。さあ。
気負って楽しかった。あーちゃんありがとね、本当に遠いとのにドレス似合ってる。やった。これはね、なんだっけなんだっけ、パーファーかイヤリング。そうめっちゃこれね、絶対アイドルのやつと似てるんですよ。そう焦ってる感じ。えパズル焦った、激焦り。楽しかった。でもパズルみんなとやれて、うん、気合入った。嬉しい。みさもちゃんと美女を整えて7周年迎えるね。食べて大好きだって。いやなんかさ、なんか総括と26歳の目標とかを言ってたんだけど、すごいなんかそう本当にたくさんなんかね、本当にいっぱいで、もっともっとなんか伝えたいこととかも多分あったかもしれないんだけど、本当になんかその時のなんか気持ちを喋ろうと思って。そう生徒さんめっちゃ良かったって、ありがとう。あれはねアドリブだけど、なんか言いたいこととか大体こういうこと言いたいなっていうのをすごいまあ、考えてて、そうそうそう、メッセージカードたくさん文字書いてね、嬉しい、ありがとう。いつでも思い出してね、たくさん。今回リサちゃんってやばいと思った。いや本当にさ、守護神アップされ、いやされないと思うけど、どうなんだろう。いや本当にそう、なんか本当にそうなの、もうマジで。そう今日の生誕祭とかでも言ったけど、本当にすごくこうやってこういうね会を開いてくださって、手書きのメッセージカード宝物になってありがとう。ちょっとね字がでかいんだけどそうそう、夜に、夜というかずっとねお家で書いてたメッセージ。そうヘラヘラくらいやばいいやでもね、そうなんかちゃんと言うときはヘラヘラしないでよって思ったんだけど、まあヘラヘラしてたかもしれないんだけどそうヘラヘラしてたかもしれないんだけど、嬉しくてよかった、ありがとう。そう本当に、うん、今日もお疲れ様ありがとう。本当に可愛かった、ありがとうね。本当に笑い方やばかったよね今日もそうなんか影慣れとかも結構、私影慣れをライブとかの時にさせていただくことが多いんだけど、なんか一人ってなんかすごい不思議な気持ちで、そうそう、じゃんけんなんかめっちゃ、それなじゃんけん今日ねリサ強かったんだよ。私本当に忘れちゃってさ、なんか何だ出したら勝つんだっけってずっと思ってたんだけど、そう美人最強だったらって笑い釣られた、本当にありがとう。そうマジで本当にもう濃いピンクと水色を持ってきてくださってて、マジでそう2色こうやって振ってくれててすごかった、本当に。うん楽しかったよ。花江ちゃんありがとうね今日は、笑いのツボの面白かったエリちゃんありがとう、お見送り幸せだった。エリさんも本当にお見送り楽しかった。変な、いや本当にねえ、トークのマジ、マジ分かった。いや本当にさマジで本当にね、もう仏空間だったよマジでね。やばい、あっという間だった、本当にあっという間すぎて、えみたいな、もう終わりみたいな。そう誕生日おめでとうのスケッチ、そう嬉しかった、みんなね持ってきてくれたり楽しかった。
顔見えて本当に嬉しかった。たくさん笑顔になってようだってよかった本当に。いや、リュウジュニやばい。いや本当になんかマジでそのもう今日ねとりあえず来てくださった方もまあ本当にこう幸せな気持ちでそう帰ってもらえたらなって思ってたから本当にそう楽しかったよとかいっぱいね伝えてくださったりとか本当にやばいよね。マジだってさやばいよ。なんか冷静に考えてなんか本当に私のことが好きな方しかいないのやばいよね。マジ本当にずっとその空間がいいって思っちゃうね本当に本当すごい。だから本当にねなんかその外れちゃった方にも会いたかったしもう本当にもっともうみんなに会いたかったね本当に応募してくださった方みんなに、うん、おめでとうね。よかった言えてみんなに言いたかみんなに会いたかったよな。なあちゃんありがとう久々に近くで会えた。うん、なんかそういうねソロイベントとかって本当に初めてだったからもう始まるまで本当にずっとどうしようと思ってたんよ。え緊張する緊張するとか思ってみんな仏リサちゃんって思った。嬉しかった。なんか久々にね会えたよね。哲ありがとうそう木村もありがとう本当に。うん楽しかったマジで。しかもねなんかね一番盛り上がってた一番盛り上がってたてかすごく盛り上がってたって声をあのオーバーチュアとかなんかその辺から声をね出してくださったのがなんか一番声大きかったみたいなことをねスタッフさんから聞いたの。すごない？すごい。こいつのファンクラブできたらワンチャンワンチャンなくはなさそうだね。そうライブ以外で来るのね本当に。そう嬉しかった。なんかそう一番結構盛り上がってたよってすごいなんか笑いがめっちゃ結構楽屋とかまで聞こえてたらしくってそうメイクさんとかからもすごいなんかめっちゃ盛り上がってたねってそうでそう伝えてくださっててすごいと思って。うん、でも本当にねなんかそうめっちゃねなんか楽しかったなって思って本当あっという間すぎた。うん盛り上げ上手だった。ありさリサらしさ詰まってた本当に。いやー妹がせいで可愛かったで本当にありがとう来てくれて面白かった私本当に。なんか一人だとさ本当になんか大丈夫そうってなる。いっぱい笑った爆笑それなめっちゃ爆笑爆笑されてた。うんいやでも本当にでもこうやってね来てよかったって言ってもらえてたら本当にそれだけで嬉しい。スタッフさん笑ってたいや本当にね。うんなんかみんなからのメッセージのを読んだりとかもねそうしたりとか本当にたくさんもうたくさんいっぱいいろんなことできて。うんいや私パズル待てなくて待てないんだよマジで。消しちゃう早く消したいよってなるからそう今日ちょっとね頑張って待ってだけどさ言っちゃったよ本当にね楽しかった。たーくん金魚ありがとう。リサちゃんお見送り緊張してでも嬉しかったよありがとう本当お祝いしに来てくれて跳ねてた。私ねそう無意識に跳ねてたみたいはず
そう、いやリボンかわいい。しゅうちゃんくもありがとう、I love you、 レイシーありがとう。最初降ってきた瞬間消してた、思ったより、いや本当に待てない、早く消したいよ、病になっちゃって、回転もしちゃった。あそうだ、 TikTok も上がってたね今日、3人で絶対アイドル、うん、いや本当にそう、待ってって思うのにいつもやっちゃう、すぐ消したがる。そう、うん、ゆうやハートありがとう、でもありがとうと嬉しかった、来てくれて、うん、そう楽しかったね本当に、マジでマジでみんなに会いたかった、本当にみんなに会いたかったです、しかも全て可愛かったんで嬉しい。これからもとりあえずもうなんだろう、すごくでも本当になんかみんながねたくさんお祝いしてくれて、幸あふれた空間だったよ、いろんな人に連絡した、本当にありがとう、楽しんでくれて、てつありがとう、くまあいみんありがとう、いやー本当にドバチね、お大事に、本当いや本当にね、うん、そう髪型めっちゃ悩んだ、髪型編みたらし、何にするか悩んで、くるりんぱにするか、なんか片っぽに三つ編みみたいなのにするか、いつものツインにするかめっちゃ悩んだけど、そう、まあツインとか結構やるなと思って、今後もきっとめっちゃだから、逆に編みたらしあんま最近やってないと思って、そう今日は服もねちょっといい感じだったから、うん、そうにしました。そう結構一時めっちゃやってたんだけど久々、うん、そうめっちゃ悩んだ、えでも本当になんかみんなが結構編み込みの、私がよくある編み込みのなんかツインをいっぱいしてくれて嬉しかった、私のいつもやる髪型ってなって、りーちゃんありがとう、今日は嬉しかった、本当に会いに来てくれて、そうツインね、そう2つライブは2つとか結ぶことが多いね、やっぱ髪型か、いや本当にみんな可愛くしてきてくれたり、そう次は大阪で生徒さんめっちゃ幸せだった、ありがとう、嬉しかった、たくさんまた出せちゃった、立ち会ったりしてて、いや本当にありがとう、いや今日ありがとう、久々のみたらしだった、そうこれもリボン、うん、ちえちゃんそれね、すごい編みたらし、明日のライン旋回ですがやる、えそうなの、意外となんか明日来てくださることとかスペイベとか楽しみに、そう意外とすぐ会える、今日のために、えすごいね、なんかちょっと違ったもん雰囲気、みんなさよちゃんありがとう、本当に明日もよろしく、仙台から行ったと別に、本当にありがとう仙台から、いや本当になんか地方の方が多くてね、本当にあやまるちゃんありがとう、りょうとありがとう、髪の毛変わってたね、久々に会えて嬉しかったよ、そう本当にね久々にめっちゃ近くで会えた気がする、みんなと、うん、リボン大好き、いやケーキね、私もうやばいんだよ、ケーキが大量だから、もう家にだからさすがにやばいと思ったから、イコラブの
やつと私の名前のやつがチョコで、あとなんかプレゼントのやつがあって、それもチョコだったから、それを食べて、あのちょっと食べかけは失礼だなって思ったから、あのそうちょっとお渡しをしました。さすがにやばいと思って、やばい、ほんとワンホールやばいかったからね。うん、もうやばいですね。なんかケーキはあの誕生日のポストした以来あんまちゃんとケーキを食べてはなかったんだけど、なんかやばい、ケーキすごい、いっぱいケーキ、今年いっぱいケーキ食べれたよ、たくさん。え、集合誌上がってないよねみんなね。なんか翔子が一回上げてたんだけど、私もうないんだけど写真。そういえばそう、で私帰りに思った、あれ写真明日言ってみようか、写真いただけますか。そうだよね、翔子上げてたんだけど、私どうなんだろう、言ったらでも上がる感じなくない、今まで上がってないよね。うん、写真欲しいみんな。でも私あげるとしてもストーリーぐらいかな、だってちょっと嫌だなって思う方もワンちゃんいたりとかするかなとか思っちゃうじゃないですか。うん、忘れてるかもな、確かにね、嫌なこと確かに間違いない。インスタしてくれて嬉しい、だってありがとう。そうだね、ストーリーかモーメントで、うん、サーチの生誕祭の方は上がらないって、あ、じゃあ上がらないのか、ふざけてハート作ってるから、何気になるんだけど、めっちゃ見たいじゃん、え、絶対見るね絶対見るねやばい、パズルしてるよりさんおろかった、真剣だよもうほんと、両手を使って両手を使って、その時点でダサいんだよもうこうやって構えがこれなのやばくない、マジ手触れまくってた、いや緊張するよねあんなさ、みんなでね見られちゃって、気まずチャンネルになるよ。うん、いやゲームやってる時自分に怒っちゃう、うんうん、本当にもう真剣よ真剣。うん、ありがとう見てくれて、あやちゃんスキル使い、いや本当にそう、本当に気持ち届けてね、ありがとうちなつちゃん、待てない、両手だよ両手、あれ私結構左であの消すんですよよく、そうなんかだから、でもちょっとさすがに本気にななんでちょっとやばいと思って、あの両手であのこうしました、最高ありがとうリサちゃん食べれたのがすごい、いやでもちょっとそれはあった、なんかリサ自分でやってる時あんな消せなかった、そうそうそう全然降ってこない、早くってなっちゃった、早く降ってきて可愛いしリボンメッセージカード1枚1枚そう1枚1枚書いた、そうあの色つけたくてピンクと水色のペンで、そう可愛くしたリボンつけて、そう普段もやってます両手で、本当に嬉しかった、だってありがとう嬉しい本当に、うん緊張するよね本当に、いや書いてくれてありがとうだって、こちらこそ受け取ってくれてありがとう本当に、メッセージカードめっちゃデコレーションしたこれって、いや本当にアットホームだった、アットホーム中のアットホーム、えなんか変な言葉になっちゃった、
パズルの手汗、いやそれな、え、だってリサもなんかこうやってやっててもここ汗だもん、なんか今なんかやばいと思って、うん、トレーナー入りしてるの？ありがとう。血相変わらず、え、そうめっちゃでかくて、そうめっちゃでかい。京子ちくもありがとう。 I love you。 え、マジで住みたいと思った、本当に生活できるって思ったここで本当にそう、いやよかった、メッセージカードとかも喜んでくれて本当に楽しかったよね、マジ。うん、なかなかない空間で本当に最高だった、うん、ね、みんなもね一緒にね住みたいって言ってくれて嬉しかった。なんか特別し、いや本当に、いや本当にマジでね、行きたかった。今日ありがとう、本当に写真いっぱい見てね。いや布団持ってきた方がいいぐらい、本当そう、本当にそう、あの時間世界で一番、いや本当に平和だった、平和。改めて本当に大丈夫、今日ありがとう、うん、本当にね幸あふれた、幸あふれまくったマジで。こんなに幸あふれるんだってぐらい幸あふれて、そうみんな帰っちゃうって思いながら、本当にあっという間ね。写真もそうあげたか、ぜひ。そう写真私後でもうちょっとしたらモーメント絶対あげるよ、モーメント絶対。あのね2個写真、あのねいのじちゃんいのじちゃんを持って撮ったから、いのじちゃんを持って撮ったのもあげる。帰宅かキャ帰宅キャンセル界隈に本当にお見送りの時目の前で見てた時みんな帰っちゃうのがいや本当にマジで、緊張るが面白すぎた、緊張る言いすぎた、たくさんもう緊張るいっぱい。今日は TikTok 通ってないよ、緊張るって言っちゃった本当に急にね。明日のサインよろしくね、だってよろしく、ありがとう本当にもうね緊張る、いやー素だったよね。じゃんけん、なんか今日マジじゃんけん強くてリサびっくりしたもん、なんでみたいな。いつも弱いんだけどリサね、じゃんけんねいつも左手でじゃんけんするんだけど、なんか左手でやるといつも強いんだよ、なんかだからちょっと、でもいやそれだけじゃなかったけど、なんか強かった今日。こんばんは、明日は選挙行くねだってよろしく。え、そうびっくりしたマジで、1回目でめっちゃ減った瞬間驚きがやばかった、うん。だからえ私強かったっけみたいなのあったもん。そう、うん、緊張るめっちゃみんな通じてたね、もうさすがって感じだった、本当にその空間だったもんね、もう私の全てを知ってる方がいっぱいだったもん。怖いけど、なんかね突然ね、なんで緊張る言っちゃったよ、緊張る緊張る、まあ疲れたねえ、お疲れ様ありがとうね、マチュ大賞めっちゃマチュ大賞だったよ本当に、想像以上のヒアが閉じてマジ本当嬉しかった本当にそう、あ隣の方優しい、優しい空間すぎマジ、仏仏仏って感じだった、うん。笑い方マイク、そうなのめっちゃマイクが笑うもう全部の声拾ってて、本当に笑い方も笑ってるやつも全部響き渡っちゃって
毎日生誕祭して本当に本当にめっちゃ笑った、本当に。確かに大したお疲れ様、本当に笑ってたな。好きだった、かけだれからお見送りは全部楽しかった、嬉しい、ありがとう、本当来てくれて。世界一好きな顔、本当会える機会もあったし、本当にそれな、本当に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 また会える機会が本当にあったらいいなってすっごい。しかもなんかなんだろう、マジでその自分だけの空間っていうかさ、それがめっちゃ良かった。やっぱ普段と違ってね、あっという間だったね。7周年に本当ワクワク、そうだね、次7周年とかだね、大きいので言うと。でもいつも私ね、ライブとかのペンライトとかもめっちゃ見つけるんだよね、目立ってます、とっても。会いたい、本当に思った、本当に忘れたけど、ちょっと8周年が終わりそうだって、ありがとう。いやでも嬉しい、いつも。なんだろうね、今日改めて思った、あのピンクと水色ってやっぱめっちゃ目立つね、バカ目立つ、すっごいめっちゃ目立ったもん今日、めっちゃ目立ったもん今日っていうかめっちゃわかりやすかった。幸せいた、本当に、いや本当に、さきちゃんありがとうの肌とかもね作ってくれたり、マジでわかりやすくて、そうこのねオッピスめっちゃ可愛い、かいちゃんやほやほ。2色いいね、本当にマジで。ピンクと水色かわいいな、組み合わせやっぱりって思いました。ペンライトヘル、ありがとう、ペンライトヘル周年ピンクの装備ありがとう、お祝いできた、私は本当に水色入れてよかった、本当。カウズ、大丈夫だった、元気になった幸せ時間ありがとう、ねえミキありがとう、今日はね全員、いや本当に全員もうね、ペンライトめっちゃ振ってくれて、ガチ声もすごいいっぱいみんな声出してくれてね、やばい、余韻やばい、余韻尋常じゃないな、なんかちょっとね、2色しか勝たん、いや本当にね、よかった。ピンクと水色かわいい、ガチ恋すごい、なんかすごいね、ガチ恋さ、やりたいって言ってくれててさ、そのね引いてメッセージでさ、すごいなんか発想すごい、嬉しかった本当に。バイ代理リレー、それな、やばかった。7周年コンサート初ライブ参戦です、だってよろしく、ありがとう、すごかった、みんなガチ恋向上してくれてた、発想すごいし弾けるのも、本当によかったな、聞けて、もうびっくりだよ、もうね、録音すればよかった、録音みんなの声録音すればよかった、録音すればよかったな。いや自分だけのガチ恋やばい、絶対どうかあったか、さすがにもしなんかまた次会った時には録音するね、ちょっと携帯で。発表してのと歌えたの嬉しかった、ありがとう、お祝いしてくれて。いや本当にそうそう、こういうイベントじゃないとね、揃いべやばい、揃いべやばいな、またやりたいね、ソロイベめっちゃすごかった本当に。
うん、そうし、あとありがとう、うん、絶対録音しよう。あ、そうそう、そうだわ、撮影、そうだ、録音、いや禁止か、確かに禁止だったわ、ほんとそれな。夏まるでありがとう、いやほんとに夏好き。ね、いや本当にそう、なんかもう次のもしソロイベントがあった時はやっぱり今日会えなかった方にも会いたいし、もうてかあのなんだろうな、一部だけじゃなくて何部かしたいよね、何部かして、何部かしてもうみんながそう来れるみたいなね。うん、わかる、大きいところでできたらいいな。そう、回って、いやそう、ご来場しちゃう、やばいやばい、ご来場しちゃうよ。いやーそれでね、いや実家本当に、いやそうだよ本当に、でも思ったマジで、そうそう、なんか生誕祭でも話したけど本当に、うん、こうやってねお祝いしてくれる環境があって、なんか私なんかなんかいろんなこと言ってなんかねあれだったんだけど、でも本当になんだろう、マジで本当にそう、やっぱ応援、これからもその応援される人であり続けるっていうのは本当に間違いないから、可愛いリボン、うん、そう、私がアイドルでいる以上絶対にそれはそう、今日のやったかよかったね本当に、うん、そう、いや本当にね、なんかいろんな推し方があって本当に、でも私が好きっていう、私のこと好きでいてくれてるっていうことにはそうすごい変わりがないことだし、本当にそういう私のことを好きでいてくださる方はやっぱり幸せでいてほしいし、笑顔でいてほしいし、本当に、うん、逆にアイドルでこう、そうマジで結構、まあこの配信でも結構何回も言っちゃうんだけど、でも本当に推しててよかったって言ってもらえるように頑張ります。じゃあ絶対アイドルやめないで、絶対アイドルやめないで、だからそうみんなも絶対オタクやめないでみたいな感じでっていう気持ちで私も絶対アイドルやめないでっていう、やめないで違うかっていう気持ちで活動するのでうん、そうだよ、お互い様だよ、だってねえ、そんな、私もそれはみんながそうやって言ってくれてるってことは私もちょっと言わせていただきますっておもろい、おもろすぎ、さ言えばよかったな言えばよかったけど、あ、しゃべるまで、そうだよ、私そうだよ、アイドルっていう本当にそうだよ、
応援してくれてる方がいるから本当に成り立つ関係です。素敵な関係だよ本当に、うん、本当にそう、うん、本当に本当に全てはイコールラブだね。いや本当にそう、振りでもねあるけど、マジあそこのね思うあの D メロのとこはすごく思います。うん、今日のビジ天才だって。あ、え、大丈夫、大事に仲良く、いや本当にありがとうね。インタビューでもそうだよ、そうだよ、君の努力私の愛成り立つこの関係はです。推し活生きがいだって嬉しい、ゴールちゃん、ゴールでいたいよね。たくさん、いや本当にね大好きだよ。だって王子ありがとう、今日の服めっちゃ可愛い。7周年まで生き抜きましたって、生きよう7周年も。みんな好きになるほど声が知れる感想するよ、嬉しい。そうなこと大好きだよ。だってまえちゃんありがとう。うん、嘘、水色かピンクかね思ってた。そう、これね、かわいい、めっちゃかわいい。昨日めっちゃ遅くなったんだよね、結局寝るの。私寝たの3時半とかに寝ちゃった。早く寝ようって言ってたのに無理だったよ。頑張ってよかったって、いや本当にありがとう、会いに来てくれて。どないちゃんでしょ、やばいよね、寝た時間おそろい、やばいやばいよね。でもね眠くなんなかったよ今日。いや何してた、あ携帯見てたよ、 X ずっと監視名前で見てた。あとあのモーメントとかさ TikTok とかのコメントとかも見てた。そう今日も遅くまで、いやでも明日もちょっとまあまあ早いから、うん、頑張って早く寝たいけど、お風呂、お風呂、どうしよう、タワーさん書くかな、やばいよ。あとモーメントも後であげます。早く寝て寝て、安心。明日はサイン会の前に会ってサイン会、監視してるよ、いっぱい。帰省してゆっくりして、本当に長丁場です。長丁場ボスとしてよ、だってありがとう。今日1時超え、余裕で超えるよ1時は間違いない。今日からと、いや本当に今日から父さん書こうかな。そう余裕で1時超えます。モメントコメントして寝るね、だってありがとう。モメントあげるね、後で写真2枚ほど。今日の監査ボスたちは監視待ってます、だって監視するよ絶対に。ありがとうたくさん、おやすみ、ありがとう、ずっとずっと笑って幸せくがった、ありがとう。ちょっと待ってね、書きます。ずっとなんか久々になんかホワイトボードに書いてる。幸せ空間、空間だったよ。めで
ゆうきありがとう。じゃあゆうき、めっちゃ生きてる黒ペン、やばい、ありえん生きてる。私ボス絶対見るよ監視。私はもう監視しまくりだから常にしてる、もうこれでもかってくらいに監視まみれ。そうだよ、私やばいもん、見すぎなぐらい、携帯見すぎやろってぐらい、あのなんかスクリーンタイムみたいなやつえぐい。今日のポストちゃんとコメントしてだってありがとう。趣味監視にしようかなってぐらいにやばい、余裕で。4月20日、でもなんかさ趣味監視にするとさ、そのなんかなんか勘違いされそう、監視のね、ね、スクリーンタイムは18時間ぐらい。一回あし TikTok ありがとう。あ、嘘マジ、勝手に見てた。毎日10時間、え、それねえなるよね、監視すぎ。なんか20何時間の月待ってよ、えぐくない、さみたいなやばすぎ。ゆうきありがとう、やばいよね、えぐいんですよマジ。18時間、平均が18時間、17時間、17、18時間でって感じ。ゆうきありがとう。ありがとう、周年もお祝いするね、だってずっと姫でいてね、だってありがとう、ありがとうね、今日は周年で楽しみにしてるよ、楽しみにしてて、頑張る。スマホ依存ですよ私、バッテリー、え、本当にそう、爆発するかってぐらい携帯熱い。起きてる時ずっとスマホ触ってる、いや本当にそうね、起きてる時ほぼ触ってる、なんかうん、常に。え、本当に18時間、マジマジ。そうですね、ありがとう、本当に夏の思い出を、ちんありがとう。だから眼精疲労やばい、眼精疲労やばい、あの目つかりすぎ案件だから普通に眼精待って、次誰だっけ、このタワさんくれたの、ありがとう。まいちゃん久々だったね、ありがとう、お祝いしてくれて。ヘッドスパいいな、もうやばいでしょやったぞ、待ってね、本当にやばいよ、見すぎってっていうぐらいやばいよね。一番ありがとう流れ星、誰かな、タワーさん、この富蔵さんかな、違うかな、富蔵さんかな、にやばいよ、やばいよね。そう、飽きない、いやなんかね飽きないんだよね、なぜか。うん、ともかちゃん、あとありがとう。デジタルデトックスとかできなそう。え、でもなんかさ頑張ればいけそう、なんかやっぱある
から見ちゃうんだろうなみたいなところは正直もあるけど、なんかちょっと気になったりもする、多分うわなんだろうとか、マジそうそう頭痛発生しちゃうからねそう、美味しいです。いやマジそう、なんそうそう、そのなんかストレートネック絶対なってるあ絶対なってる。えてか留蔵さんいない、留蔵さんだよね倒さくたん。ブルーライトカットね、いやあるんだよそのブルーライトカットのなんかメガネみたいな、でもしないんだよ。あさっき、あね豊蔵さんくれたかな、なんか書いてほしいことある、やんないんだよそれが本当に買ってるけど、そうなのよ、メガネリサ見たい、いやー本当にやばいですよ。うん、あー暗いフィルムみたいな、仏空間やばい、おもろい、いや本当間違いない、仏空間だったね、ありがとうお祝いしてくれて。ぶち抜いてないよ、もう意味ないじゃん、もうブルーライト入りまくりだよ、だからぶち抜いてないんだよ本当に、本当にぶち抜いてないんだよ、めっちゃね、いや本当それだ、緑を見るしかないね、こう目ね、思った、私のとこ間違いない、ブルーレット効果、いやでも感じますよ、あの感じます、感じる、あのね感じるよ、その一時ちゃんとそのブルーライトのカットのあのメガネをちゃんとしようって思ってやってた時はあんまりそんな目なんか疲れたとか、まあ、疲れるんだけどなんかそんなじゃなかったんだけど、だからすごい効果ある、効果ありあり、だから意味はちなみにある、やった方がいい、効果感じたもん、でもいやなんかねやんないんだよね、どうしようってぐらい、ブルーライト、ブルーライト浴び、うん本当に浴びちゃってるよ、浴びまくり、やばいよね。ブルーライトカットのえなさそう。UV カットならあるけどね。えあるのかな。えわかあるのかな。どうなる。はいかけた。留蔵さん。留蔵さん。仏空間ありがとう、今日は楽天に、え売ってるんだ、そやった方がいいか、ありがとう今日は本当にお祝いしに来てくれてありがとう、これからも仏空間を作っていこうねずっと、ありがとうありがとう、イブやめて、仏だから仏だよ、ブルーライトやだよありがとうありがとうね、たくさん楽しいことしようね、やめてよイム、イムやばい
私は もうちょっとしたらモーメントをあげます。モーメントをあげるよ。写真ね、2枚ほど。モーメント見てからね。そうだよ、モーメント見てから寝てね。りょうとありがとう、嬉しかった、久々に顔見れて。うん、モーメント見てからね。ねえ、だって今日何しよう。そう、今日は、え、今日はあれだよ、ユーピンクだよ。やばいやばいやばい、時間ない。しゅうちゃんありがとう。しゅうちゃんありがとうね。しゅうちゃん書くよ。何、キュウキュウ赤ちゃん生活絶対参加するだって、ありがとう。しゅうちゃんこのね、クマちゃんめっちゃ可愛いよね、浴衣着てる、可愛い。ピンクめっちゃ好きだよ、可愛いよね。早くない時間、マジエッドさんなんだけど。早いよしゅうちゃん。しゅうちゃんありがとう。ゆうんちゃん TikTok 見てくれたの、ハーフアップ、オンラインもスペアね。もうちょっと待ってて、本当に。うん、うんうん、では頑張って今書いてます。たくさん笑ったりさも、本当に笑った、久々にこんなにも爆笑しました。やっていただいて本当にありがとう、無事についてよかった、本当に本当に。リボンかわいい、笑いすぎやん、リサ。でも、いや、本当に、それぐらいね、楽しかったっていう空間だった。こんなに笑ったの、やばいな。ってぐらい、楽しかった。いい空間、本当。マジ住みたいって思ったもん。マジで住みたいって、本当に思った、心から。愛をめちゃめちゃもう感じまくって、もう感じまくりました。浴衣がちょっと描けなくて、浴衣が描けなくて花火を描きまくりました。やばいやばいよ、迫りゆく時間っていうところある。明日仕事できない、頑張ろう、一緒に頑張ろうね。私も頑張るよ、明日休み。最高じゃんね、それは。ありがとうしゅうちゃん、今日会えなかったけど絶対次は会おうね。しゅうちゃんありがとう。ありがとう、絶対次会おうね、マジで。本当に本当に一緒に、確かにこれから一緒に幸せにね、幸せになろうね、絶対絶対絶対。ありがとう、ちょっとモーメントに、お、危ない危ない、モーメントもあげるから。じゃあモーメントあげるわ、今から、突然のモーメント。あ、あとストーリーもあげるね。あ、もうたくさん、ちょっと待ってください、モーメント。顔認証待って、それな、いやさすがに今日の顔で違ったら困るよ、普通に。それはさすがにない、マジ絶対認証して、お願いだから。来ました、一発一発。いやそりゃそう、それは間違いなく今日ちゃんとやってもらわないと困ります。待ってね、今から1枚あげます。こ
いのじちゃんですね。確認行ってもらって、行け、上がったかな。ちょっと遅いんだよね。待って、時間焦ってきた。待って、やばいよ。待って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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あと1枚だけ。やばい、時間ない。保存、よっしゃ、あげれました。じゃあちょっと待って、ね、ランキング見ます。13位、13位、公平12位、勝利11位、マサ10位、タカ9位、お塩8位、強勝7位、木村6位、鉄5位、5位リサ子4位、カナタ3位、シューちゃん2位、トメゾ1位がゆうきでした。ありがとう、ゆうきとトメゾとシューちゃん、ありがとうね。タワーさんもちょっと待って、あの無限時計ちょっと開く、怖い、怯えた。よし、大丈夫大丈夫。ちょっとストーリーはワンチャン明日でもいいかな、明日あげます。ということで、ちょっとモーメント投稿したから写真2枚ほど後で見れると思います。ということで本当に今日は生徒さんありがとうございました。今日ね、会えなかった方も絶対に絶対に次は絶対に会おうね。あとは本当に楽しい時間をまた過ごそうね。ということで今日は本当にお祝いたくさんしてくれてありがとうございました。モーメントのコメントも全部見るね。そして X も見るね、全部ということで、また明日、そう明日サイン会でね、会える方はよろしくお願いします。おやすみ、みんなもゆっくり休んで、明日お仕事の方は一緒に頑張ろうね。私も頑張る、明日またモーメントあげたらあげるね。おやすみ、本当にありがとうございました。バイバーイ。